ろしくお願いします。お願いします。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマはゴルフ上達のコツの第2弾としてゴルフの試合競技コンペにおける心がけ編です。僕はナイスショットは偶然、ミスショットは必然と考えてます。ボールは物理の法則で飛んでいくので、ミスショットには必ず原因があるはずです。ミスショットをしたらミスのしっぱなしにしないことこそゴルフ上達のコツだと思ってます。試合、つまり競技やコンペにおけるゴルフという観点なのでスコアメイクすることが大切になってきます。スコアメイクに必要なのはマネージメントだと思います。マネージメントにもいくつかあり、一つはコースマネージメント、さらにセルフマネージメント、他にもスコアメイクに管理したいものがありますが、大きくはコースと自分自身を管理、つまりコースマネージメントとセルフマネージメントが大切だと思います。今回の話はその2つを合わせた内容になると思います。よろしくお願いします。僕は普段の練習において2つのことをイメージして練習します。一つは打ちたいボールを打てるようにすること。もう一つは打ってはならないミスショットをしないようにすることです。僕はその両方が練習において必要な心がけだと思います。コースに出たらティーグラウンドに立つときも、グリーンを狙うときも、アプローチやパッティングをするときも、まずはこういうボールを打ちたいという理想のボールをイメージしたいものです。とはいえ、コースにおいては、OB や池、バンカーなど様々な打ってはならないエリアがあり、それを目で見て、頭で確認してからショットをするので、同時に打ってはならないミスショットをしない練習も必要だと考えてます。つまり、危機管理能力が必要です。ここに打ってはいけない、こういうミスは避けなければならないといったマイナス思考をスタートに、しっかり危機を管理する力、これこそ一つのコースマネジメントです。しかし、ミスばかり気にしているようでは、望む結果は出にくいはずです。ミスを回避しながら理想のショットをするために、理想のスイングをイメージして、実際に自分の体を動かしてゴルフクラブで打つ必要があります。これこそセルフマネジメントです。大事なので繰り返しますが、ゴルフのプレーはマイナス思考をスタートに危機管理した上で、理想のショット、スイングをイメージして望む結果を得る強い気持ちが求められるわけです。それを前提に普段の練習から打ちたいボールを打てるようにする練習と打ってはならないミスをしない練習の両方をやっておくといいと考えてます。もちろんそう考えたところで全てできるわけではありません。プロゴルファーでさえイメージ通りに全て打てる人は誰もいませんので、アマチュアゴルファーはほとんどミスをしてしまいます。ミスを生かすという言葉がありますが、ミスショットをしたらその原因を理解、把握して、次のスイングでは同じミスを繰り返さないことが大切です。練習場で同じミスショットを続けてしまう人は、ミスショットのスイングを練習していることになってしまいますので気をつけたいです。繰り返しますが、ボールは物理の法則で飛んでいきますので、そしてクラブを使ってボールを飛ばすため、クラブをどう使えば打ちたいボールを打てるかを理解した上で、そのための動きを体ですることです。打ちたいボールを打つためのクラブ選び、そしてそのボールを打つための知識、さらに体の使い方、どれもコースでは必要となります。当たり前のことから話しますと、高い球を打ちたければロフト角のあるクラブで打てばいいですし、低い球を打ちたいときはロフト角が立っているクラブで打てばいいわけです。そしてボールの置く位置でもそれはできます。左に置けば高くなりやすくなります。右に置けば低いボールを打てる可能性は高くなります。しかしコースでいきなりこれをやると、きちんとフェース面でボールを捉えることができないことが多くなるので、普段の練習からボールの置く位置を変えて打っておくといいはずです。出玉が狙ったところより右に出た場合は、アドレスで右を向いているか、あるいはフェース面が右を向いてインパクトしているか、どちらかになります。左にボールが出た場合は、左を向いてアドレスしているか、フェース面が左を向いてインパクトしているわけです。そこからボールが曲がる場合は、
インパクトのフェース面の向きに対して、アウトサイドインにヘッドが起動したらスライス系のボールになりますし、インサイドアウトなら服系のボールになるわけです。例えば狙ったところより右にボールが出て、さらにスライスした場合は、インパクトでフェース面が開いており、さらにその時のフェース面の向きに対してアウトサイドインに振っているわけです。右にボールが出てもフックして戻ってくる場合は、インパクトでフェース面は右に向いていても、ヘッドの軌道がその時のフェース面に対してインサイドアウトになっているわけです。インパクトにおけるフェース面とヘッド軌道の管理は大切です。いわゆるインパクトゾーンのヘッドとボールの関係で打たれるボールの弾道は決まるわけです。以前の動画でもお話しさせていただきましたが、練習場ではどんどんボールを曲げたり、高低を打ち分ける練習をしておくといいと思います。その上で、自分のスイングという基盤となるスイングを作られると、コースにおける対応力が身につくと思います。それでは後半のスピリチュアルな話です。今回は前回のチャクラの話の続きで、第5チャクラから第7チャクラ、3つのチャクラについてお話しさせていただきます。第5チャクラは喉のあたりにあるチャクラで、色は水色です。このチャクラが活性化すると表現力が豊かになり、そして自分の気持ちをスムーズに伝えることができるようになります。コミュニケーションがはかどるようになっていきます。逆にこのチャクラが整ってないと言いたいことが言えなかったり、自分の気持ちがうまく表現できなかったり、コミュニケーションが潤滑でなくなったりします。ゴルフをするときは、単純に自分のスイングを堂々とするイメージでプレーするといいと思います。そして同伴者との会話は積極的に行い、本音で話されるといいはずです。もしもそれがうまくいかない、できないと感じたときは、大きく息を吸い、そして吐き、喉に刺激を与えるようにしましょう。ゴルフ場ではできませんが、一人で大きな声を出すのもいいと思います。山や海に向かって大きな声で叫ぶシーンがコマーシャルやドラマなどでありますが、それもいいと思います。一人カラオケでもいいはずです。また、話すことや声を出すのが苦手な方は、日記をつけたり、ノートに自分の気持ちや考えたことを、とにかく書き出してみるのもいいと思います。第6チャクラは、額のあたりにあるチャクラで、色は藍色です。このチャクラが活性化すると、直感力が身につきます。想像力や洞察力が高まります。いわゆる第6感を司るチャクラなので、物事や状況の本質を見抜く力が出てきます。このチャクラが弱いと直感力が鈍くなります。あまり電子機器に頼る生活をしていると、あれこれ頭で考えることが多くなり、悩んでしまいがちです。人生の方向性も見えにくくなってしまいます。ゴルフをするときは早起きするはずなので、朝日をたくさん感じましょう。プレー中に太陽の日を十分に浴びるといいです。ゴルフ場には自然がたくさんあるので、自然を満喫してください。夕方には夕日を眺めるのもいいと思います。デジタル機器から離れ、自然を楽しみましょう。それから最近の動画でお話ししましたが、いわゆる五感をフルに活用してみるのもいいと思います。第7チャクラは頭頂部の少し上あたりにあるチャクラです。色は紫です。このチャクラを活性化することで、肉体の自分を超える魂、ハイヤーセルフとつながることができ、そして宇宙のエネルギー、高次元の世界ともつながることができます。このチャクラは悟りのチャクラです。目には見えない世界、真実を理解でき、自分の人生の本当にやりたいこと、そして使命感を得ることができます。あらゆる物事、出来事を受け入れることができるようになります。このチャクラを活性化するには、差別意識で物事を見ないことです。あらゆる物事を平等に見れる習慣が大切です。ゴルフをされるとき、睡眠不足にならないことです。睡眠こそ一番大切なことです。そして一番いいのは瞑想することです。
瞑想についてはまた別の動画でお話ししますが、自分と向き合うことが一番いいことですので、瞑想するのがいいと思います。2回にわたって7つのチャクラについてお話ししてまいりました。目では見ることのないチャクラですが、東洋思想においては、体と心と宇宙をつなげる大切なスポットです。7つのチャクラはそれぞれ連動しているので、一つではなくバランスよく全てを整えるといいと思います。7つのチャクラ全てを整え、エネルギッシュにゴルフをされてください。